山陽電気鉄道、山陽電気鉄道株式会社、山陽電気鉄道、A 賞、サニュエレクトリックレイルウェイ CEO、LTD は、兵庫県神戸市長田区に本社を置き、道県南部で鉄道、作動、不動産事業を経営している会社ある。通称は、山陽電鉄で、略称は、山陽、三電。乗車券では、山陽の表記事例もある。 鉄道事業は、山陽電車の名称で展開している。東京証券取引所、上場時代償一部に上場している。証券高度、9052。旅客輸送人キロは780100万人、キロ、2005年度となっている。準、大手施設に分類されている。かつては直営で、神戸市タルミ区を中心に、沿線都市で、 路線バスや沿線都市と他都市を結ぶ高速バスも運行していたが、2011年3月1日に、子会社の山陽バスに全面移管された、バス事業については、同期を参照。スルッと関西でカードに印字される符号は SY である。旧兵庫電気軌道に由来する兵庫赤市間の軌道と、旧神戸姫路電気鉄道に由来する赤市駅前、現在の山陽赤市姫路駅前、 現在の山陽姫路間の鉄道が路線の母体となっている。先行して開業した兵庫電気軌道以下、平電は開業以来経営が不安定な面があり、赤市市政への延長の際に別会社の神戸、姫路電気鉄道以下、新規電鉄を設立することでリスク回避を図った。しかし、阪州鉄道、現在の JR 加古川線の前身の経営陣による 平殿の敵対的買収により、晩州鉄道参加となった平殿と旧平殿派の新規電鉄は疎遠となった。それら混乱収集と合わせて自社の売電先確保を狙った、戦前の大手電力会社、宇治川電機、関西電力の前身の一つが両社を併合し、自社の鉄道事業部門とした。後に宇治川電機が本業への絞り込みにより、 鉄道部門を分離した際、新しく設立されたのが、現在の山陽電気鉄道である。後に作家となる、椎名林蔵が1929年から1931年に、同社の社長として勤務しており、その経験をもとに、美しい女という短編を発表した。現本社前には、椎名林蔵の文学費が混流されている。 合併前2社の路線規格の相違など困難な条件を克服して直通運転を実現し県庁所在地の神戸と張間の中心地である姫路とを直結すると士官連絡路線へと成長した。さらに1940年には沿線での行員輸送を目的に支線の阿ボ支線を開通させている。阿コ市によると阿ボ支線を岡山まで延長する計画があり、 戦後間もなく、とりあえず、岡山県境の阿光町、現在の阿光市まで延長する計画を発表したが、当時阿光町では、国鉄阿光線の計画が進んでおり、かつて、山陽本線を通さず発展が遅れた、苦い経験から阿光町議会は、山陽電鉄に協力すると、国鉄の機嫌を損ねてしまい、阿光線の計画が消えるので、山陽電鉄には一切協力しないと決議し、 官民一体となった激しい布設反対運動が起き、山陽電鉄側は無理に布設しても乗降客の増加が期待できないとして計画を断念した。戦後は運輸省の63型電車導入を機に高速鉄道への脱皮を図る。また近隣にある川崎車両、川崎重工業が協力し、大型車両を850系ロマンスカーの採用や、 2000系などの先進的な設計の電車の投入度積極性を発揮、特に1962年には高速電車として日本初のオールアルミニウム車を導入している。また戦後も長年にわたって、神戸市内における平洋軌道区間、路面走行区間が残存して運行のネックとなっていたが、1968年には地下線である神戸高速鉄道の東西線への直通を開始して、 平用軌道を廃止するとともに、京阪神急行電鉄、現阪急電鉄及び阪神電気鉄道からの直通列車が乗り入るようになり、神戸山のみや大阪方面との結びつきが強められた。1970年代に入ると、沿線の張馬臨海工業地帯において、ことに、製鉄業の低迷傾向が、顕在化した。阿蘇支線の建設理由であった新日本製鉄。 富士製鉄、日本製鉄、広畑製鉄所の航路群の休止とそれに、う大規模な雇用整理などは、通勤客の観貨し得ない現象を招き、山陽電気鉄道の経営にも大きな打撃を与えた。さらに沿線には、郊外地域が多いという条件から、モータリゼーションの影響も深刻となってきた。学生の通学においても赤市井星の沿線は、自転車の利用が増加。その上、 本線と並行する区間の多い西日本旅客鉄道、JR 西日本山陽本線、JR 神戸線との競争がある。全駅の自動改札か、阿保市線のワンマン運転か、主要駅以外の各駅の巡回駅か、実質的な無人化で、係員の定期的巡回とモニタカメラ遠隔監視を行う、普通列車の一部編成の短縮など、徹底的な合理化を実施し、一方で、 阪神、淡路大震災後に阪神梅田直通特急の運行を実現して一定の成功を収め車両面においても特急軽車両には転換クロスシート車を投入するなどの改善策も図られている。神戸高速鉄道の開業以降阪急と阪神がそれぞれ産業の発行済株式総数の5%を保有していたが1998年に阪急が 産業の利入れを休止した後に、阪急が阪神へ保有株式を売却したため、現在は、阪神が、筆頭株主となっている。なお、阪神は2006年10月1日付で阪急と、共に、阪急阪神ホールディングスの100%出資主会社となり、経営統合されたが、産業は、阪急阪神ホールディングスグループに参加していない。車掌はレールを、 山の字でかたどった円で囲ったもので円形に図案化することで社員の輪を象徴している。1983年からは社員からの公募によりシンボルマークが制定された。赤丸は太陽を表し、白抜きの日本線は会社が保有する路線網をかたどっている。2007年には創業100周年を機に新しいシンボルマークが制定された。 赤色の五本線が縦横斜めに折り重なったもので、縦横斜めは感謝、信頼、挑戦を表現し、五本線は山陽電鉄グループの展開する5つの事業分野を表している。本線の山陽スマ駅山陽明石駅間は JR 神戸線、山陽本線と並走している。特に舞子公園駅山陽明石駅間では、 JR 神戸線と線路が完全に並走しており、競合状態となっている。山陽明石駅、山陽タルミ駅、山陽塩谷駅は、それぞれ JR 明石駅、タルミ駅、塩谷駅と隣接している。山陽明石駅では、1階部分は、JR 明石駅と共用となっている。ホームが隣にあり、お互いの車両やホームが見える。また、JR 神戸線で、人身事故。 列車事故などの何らかのトラブルがあった場合は、本線で振り替え輸送を行う。かつては、車体の上半分を黄色みの強いクリーム色、下半分を濃紺に塗り分けた塗装だったが、1986年以降、現在の塗装は、アルミ車が赤帯のみ、構成車がアイボリーチに赤と黒の帯である。 車両の伝送品は1957年の2000系二次車以降、長らく、川崎重工業富士電気製の制御装置と、三菱電気製のモーターという組み合わせだったが、VVVF インバータ制御車では、同じメーカーの制御装置モーターを搭載するようになり、5030系は富士電気製の制御装置とモーターを、6000系は三菱電気製の制御装置とモーターを、搭載している。 なお、戦前の車両は、ゼネラルエレクトリック、GE 製及び GE 社の日本でのライセンス先であった、東芝製の電装品を使用していた。終電装置は、富士電気製のものが一部にあるたは、更新成功書製となっている。形式番号に加えられる、製造順位を表す番号は、阪急電鉄と同じく下一桁例から、不番されている。図面や許認可申請書類に記載される。 車両形式には、クハ、モハ、クモハ、サハといった刀の形式称号がついているが、実写には形式数字のみ表記され、カタカナは表記されていない。初期に製造された3000系の置き換えを目的として、2015年度より21世紀初の新型車両である6000系を導入した。なお、車内設備の近代化を図るため、 三千系列のリニューアル工事が順次進められている。三千系以降の車両は踏切事故対策の一環として運転席側と女子側で乗務員室の奥行きが異なる。そのため先頭車の窓配置が浜側と山側で異なっている。車両の製造は820.850系以降はすべて地元の川崎重工業が一手に引き受けているが、 それ以前には、汽車製造、現、川崎重工業、田中車用、現、近畿車両、帝国車両工業、東急車両製造を経て、現在の総合車両製作所、藤永電造船所、現、三井造船で製造されたこともあった。過去の車両発達過程については、山陽電気鉄道の旧型電車の項を参照のこと、大人普通旅客運賃、章には、 半額10円未満切り上げ。2014年4月1日改定。全駅で、神戸高速線経由阪急電鉄、阪神電気鉄道、神戸電鉄各駅への連絡乗車券が購入できる。阪神線方面へは2009年3月20日の阪神南馬線開業後も、延伸区間の大阪南馬駅までしか連絡乗車券を売りしていないため、 山陽電鉄線から神戸高速線、阪神線を介して、同駅で下車しないで、近鉄線方面へ向かおうとする場合は、一旦同駅までの連絡乗車券を購入し、不足分を近鉄側の駅、または車内で生産しなければならない。ただし、自動改札機で、つるっと関西の磁気カード、または全国総合利用対象 IC カード、ピタパーイコカのほか、 キーとかスイカパスもマナコとかニモか、早川県、守護課を利用した場合は、各車線の運賃がまとめて差し引かれる。発売している規格乗車券はおおむね以下の通り。他、三宮、姫路対、三宮、明石市内、たる舞子、三宮版の3点は、三陽の乗車駅阪神神戸三宮駅間に、加えて、新開地駅港川駅間。 高速神戸駅阪急神戸三宮駅間も乗車可能だが、阪神、山陽シーサイドマイナス、阪神、明石市内、垂水、舞子、阪神版の3点は、新開地駅港川駅間、高速神戸駅阪急梅田駅間は乗車できない。垂水、舞子は2種類とも、山陽バス、一部路線の属にも乗車可能である。なら、怒るがたい、高野山。 ただし期間限定の2点は、阪神南波線の開業までは例えば直通特急で、阪神梅田駅まで出て、大阪市営地下鉄、ニュートラムも利用できていたが、開業後は2点とも、阪神南波線経由で利用するように改められた。前者は大阪南波駅から直接接続する形となり、後者は同駅で南海南波駅との徒歩連絡の理解ができるため、 同線開業まで利用できていた大阪市営地下鉄、ニュートラムは利用できなくなった。詳細は、阪神南波線を大阪南波延伸開業による利便性の向上を参照のこと。単位、1000人乗降客数の表に基づく。乗降客数の表に基づく。単位、1000人乗降客数及び定期利用者数の表に基づく。JR 山陽本線などの前進にあたる。 山陽鉄道や山口県にあった路面電車の山陽電気軌道お及びその更新の三電交通は通称故障が似ているか同じであるが全く関連はない。また、鉄器同事業者やその更新以外で山陽がつく岡山県の新聞社である山陽新聞社や同県の放送局山陽放送広島県の旅客船会社である 山陽商船並びに関連会社の産運、バス、山陽観光、かつて存在していた、製紙会社の山陽国策パルプ、現、日本製紙とも、無関係である。1950年から1952年までの3年間、プロ野球の独立二軍チーム、山陽クラウンズを保有していた。CM は主に朝日放送や、読売テレビのスポットのみで放映されていたが、 最近では毎日放送や関西テレビでも放送されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。